ポーツ日本杯優勝戦1号艇の井上圭一選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。準優勝戦は1コースからコンマ16のスタートで1着、優勝戦の1号艇ということになりました。今節は2連対率 51% のエンジンを引かれたんですが、足はいかがでしたか？そうですね、勝率通りにいいと思います。はい、はい、前検備に引かれた時にエンジンがいいからあとは乗り手次第だとおっしゃっていましたが、はい、はいはい、その通りです。しっかり乗りこなしてなんとなくですね、はい、はい、この準優前のレースは4着だったんですが、はい、準優勝戦向けてはこれは調整は、そうですね、朝が悪かったんで、はい、逆に思い切った調整ができたと思います。はい、予選道中ずっと良くて少し良くなかったのが準優の前、そうですね、はい、はい、それがあったからこそ思い切った調整もして、そうですね、はい、できました。特徴としてはどの部分が、回ってから立ち上がりがいいですね、はい、はい、ですから1マーク回ってスーッと前に行って縦を引き離しましたね、はい、回ってからのつながりがいいと思います。はい、では優勝戦もこの準優勝戦のイメージで行く感じになりますか？そうですね、はい、今回はフライング休み明けということで今季はちょっと調子を落としていらっしゃったんですが、いいシリーズになりましたね。そうですね、もうエンジン様々です。はい、小島との相性もいいんですよね。そうですね、はい、はい、ここまでこれで9回目の輸出で優勝も3回ある水面です。はい、はいはい、優勝戦向けてはではもうコース作戦面は一つですね。そうですね、スタートだけしっかり決めて先に回りたいと思います。はい、わかりました。今年はこれが7回目の輸出で4月の小島を含めて4回目の優勝がかかる一戦です。ファンの方に一言お願いします。はい、エンジンいいんで一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。